おはようございます。お願いします。すみません。ありがとうございます。お願いします。すみません。忙しい中、ありがとうございます。いや、忙しくないねやんか。え？ちょっとちょっと娘のちょっと工作で、はい、ちょっと長めの、はい、木の板が必要やねんか。これって。ちょっと木の板。ちょっと何枚かもらってもいいかな。ウッドカーテンのこの何枚か引きちぎるみたいなないんです。お前ちょっと8枚ほど、ちょっと。結構いくな。送ってくれへん、家に。だから、木工用の素材欲しいの僕何回も言ってますよね。ウッドカーテンなんですよ、これ。ちょっとスキー板作りたいねんか。超えて、強度が不十分なんですよ、強度が。え？全然無理。強度がもう全然ダメですよ、ほんま。大怪我どうします？学校の課題がスキー板やな。どんな学校や？珍しい課題やな。珍しい。ちょうどいいから。はい、うん。あ、藤本さんすみません。本来はちょっと、パッと行きますんで、オープニングもちょっと行きます。藤本さん喋ってたよ。何やパッと行きますって。ちょっと申し訳ない。なんで、なんで途中で切んねん。いや、パッと行かすか。めちゃくちゃやん。パッと行かすか。申し訳ない。何をパッと行くねん。めっちゃ長いから、ウッドカーテン。前もやりましたよ、だいぶ。藤本さんの方で。いやもう俺はもうナダルとリモートするときは絶対ウッドカーテンはいじるっていうのを決めてたから前もだいぶやったんでちょっとまだこんなでウッドカーテン作ってましためっちゃめっちゃ考えてきたんだなと思っていや何それちょっと今のは小バカにしてんやん、うん、バカにしてるよそれはバカに小バカにしてるやん違う違うめちゃめちゃ出てきたんだよこんなにしょっぱなから出てくるのかっていうこれ藤本さんの渾身のボケやと思った渾身のも脅威に上げてきてんじゃんいやいや食って食って食って出したボケじゃないのよ食って食って食ってじゃないねん食って食ってぐらいやいや食ってない食ったんだよ食っては食って食ってない食って食って出さない分かりました分かりましたお前一食って少ないと分かんない肉って肉って分かりましたちょっとまだ始まってないね藤本さんほんま3食ってよ3食って分かりました分かりました藤本さん早くやりましょうマジで藤本さんオープニングもまだ撮ってないオープニングじゃ始まってないぞこれマジでいるオープニングはいちょっとだけはいはい西野ですナダルですでやるんではいお願いします全然全然やまあいっそそれそんなわかんないですかいやマジで顔半分もうめっちゃもうえってそれいやひょっこりはんいいっすよじゃちょっと一応全然始まらないマジで始まらないわこれではちょっと行きますじゃあランさん行きますよはいお願いしますでも僕らもね、僕もちょ藤本さんのチャンネル出す勝負もらってて、うん、藤本恋するもんチャンネルですよね。そうです、そうです。はい、藤本さん、ねほん、あれもなんか、びっくりしました。めっちゃチャンネル数伸びてますやん、マジで。そう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 、そうびっくりしました。はじめ、ちょっと、まあ、ひどいありさまやってんけど、はい、やっぱりほら、朝倉未来選手と、はい、ちょっとね、コラボさせてもらったら、はいまあ、めっちゃやないけど、まあ、ちょっとね。いやいや、めっちゃでしたよ。だって、38万回超えてましたよ、動画。最近ね。いや、すごいわ。あれ。うん。いや、ありがたい話ですよ、本当に。スナック吉本っていう、お客さんとちょっとリモートで飲めるってやつがあるんですけど、うん、そこで、絶対言わないでくださいね、とかって、ナダルが、フジモンさんのチャンネル、まだ登録者数500人なんですよ。うん、みんな登録したってくださいよ。って言ってましたよ。いや、何が悪いのお前。なんなん。何でそんな。じゃあみんなびっくりしてたんですよ。500人ですかってなってて。なんで。なんでそれなんで言うの？7人やから。7人だけやから。そこだけやから。じゃあね。たまにお前さ、できもせんくせにいじろうとするやんか。いいでしょ、僕もそれやりたい。いじる側、いや、そのいじる側に回ろうとするやん。それはもうすごくね、見ていて、腹立たしいのよ。いや、いや、ちょこちょこあるやん。なあ、西野。ありますね。やっぱりその、ちょっといじる側にね、回りたいというのはあるんですかね。なんでか。そう。そうなのよ。いや、でもその、なんていうんかな、その、いじるスキルがすごい低いのよ、だから。まあまあ、その、ね、いや、まあ。いじられるスキルは高いけど、はい、いじるスキルすごい低いのに、いじってるから。いや、わかりましたけど、藤本さんなんか画面小さくないですか、大丈夫ですか？え？画面小さくないですか、それ。
画面が、はい、画面が狭く見えるんですよね。あ、そう、はい、小さくないですか。そう、まあ、うん、そうでもないと思うけどね、みんな一緒は思うけどね。わかりました、よかったです。そうかそうか。ん、どうしたん。いやいや、こんな感じだったの。もうその、藤本さんの、いきなり何なの。フライデー、ま、フライデーね、藤本さんが前撮られたって言って、僕ニュース後日見たんですけど、藤本さんがなんかもう立ち尽くしてる、なんかもう何がフライデー、お前チューズで見た顔しやがったよ。何がやねん。ピンとくるか。何がフライデー、チューズで見た顔しやがって。チューズで言うとどこやろ。違う違う、藤本さんマジでどこやろな。チューズ言われたことないんですよ。言われたことがないから。チューズで見たら顔ってもう。チューズで顔言われたことない。ね、そんなさ、そんななんかもう話やめようよ。もっと楽しい話題ね。そうですね、はい。多目的トイレ使ってますか。いや、そんなんさ。ほんまに生配信じゃないからってな。めちゃめちゃぶっ込むやん。まあ、ちょっとほんまだ。いや、もう、もうもうさ、爆笑の太田さんの劣化版やで、お前。太田さんほど、太田さんほど鋭利ではないし、ストレートな、全然鋭利じゃない、ただ言うてるだけみたいな。大玉ですね、ほんま。投げるだけ投げてるだけみたいな、そのなんか。ピッチングマシンですね。ピッチングマシンでもないよ。そういうのをやめろって言ってる、ね、藤本さん。そういうのやめろって、だからその、いや、ね、めちゃくちゃ、ね、欅までめちゃくちゃやるんですよ。その最近、例えをなんか、めっちゃ言うんですよ。キャッツアイみたいでしたねとか、うん、何がなんか、何がいや、なんか似合わんのよ。あかんのかい。だから、いや、違うやんか。あかんのかいじゃないねん。な、お前っていう、その、なんていうの、ハードが悪すぎんねん。いや、これって、ちょっと、何がですか。それ十分いじられたでしょ、僕も。いや、だから、そのいくらその時事ネタのソフトをお前に、はい、ね、はい、ね、タモクトイレ、タモクトイレ入れたところで、どうにもなれへんのよ。あー、もう本体がやっぱり、そうそう、本体のハードが悪すぎるから、いくらソフトをいじるか、いじるというね、いやいやいや、いじるというソフトを入れたところで、いやそんなもん、言うとんのよ、お前。バグってるやん、バグってますやん。絶対売らなあかん。ハードもなんか違うハード使ってそうやな。そんなことない。藤本さんはもうナダルに対して言ってましたもんね、前。もう芸人やけど、ここやとか一切思うな。あれやめてもらっていいですか、あれ、ほんま。お前は一生ここやって思うなってやつ。いや、それ何のために僕芸人。お前は絶対ここやって思うなって、僕、2、3回言われてるんですけど、あれほんまやめてもらって。だからそう、その思うなって、ここやとか思うなって。芸人やったら、ここやって思ってボケらダメでしょ。なんでそれ、僕芸人やねん、それ禁止されてるんですか。お前のここやは、だいたい面白くないの。あー、やっぱり、ちょっと気合い入れた時ね。いやいや、もういいですよ、もうでも。やっぱりハプニングとかね、そういうので笑い取ってる人やからさ。確かに、そうやな。まあ、その部分、あとその部分とかで。ぽいですもんね。なんか、その、昔からあるね、お笑いの定番の技術を使おうとすなって俺は思ってんのよ、うん、あー、はいはい、やるもんな、最近。 やるやろ、やるんですけど、はい、やったら大体藤本さん怒られるんですよ、うん、お前そういうこと絶対すんなって。いや、そう、いや、お前はそういうとこを売りにじゃない、お売りじゃないやろってことを俺言うてんのよ、もっとね。なんでその芸人らしいことしたら怒られるのか、ほんまに謎ですわ、マジ。いや、だから技術が伴ってないからよ、だから。だからフットボールの後藤さんみたいなことをしたいらしいんですよ。だからそれ、もう前、無理やったから。ね、まあまあ、無理やとしても、まあ無理かもしれないですけど、そのなんか僕が言った後で、その、パーって芝居ただけでどっか行ったら、それやめとるんですよ。そんなことすんの。藤本さん、そんな。そういう感じのこと言ってる。そんな、いや、芝居でどっか行ったら、するよ。何本。何もせず、芝居ってどっか行く、芝居ってどっか行くんですよ、別に何を言うわけでもなく。めちゃくちゃやん。むちゃくちゃですよ、ほんま。どっちがむちゃくちゃかっていう話。それはめちゃくちゃやな、ね、藤本さん。これはね、もうそのなんていうかな、昔のね、芸人のそのね、ちょっと習わしみたいなとこあんのよ、だからそのみんなやってきはったのよ。みんな先代の芸人さんは
そんな学んないで叩いてどっか行くみたいな。だって楽屋で楽屋でね、全然喋ってない後輩見つけたら叩いてどっか行きますもんね。やってるやってる。ルミネでやってるわ。叩かれてるからびっくりしますよ。あんな。なんでびっくりすんねんな。いやいや、叩かれた。一回ルミネ埋設してる子が、藤本さんに、すみません、ま、何年目のなんとか今日埋設させてます。よろしくお願いします。うん、なんやーって言って、なんかその、威嚇して返したりしてましたよ。いや、なんやーって。ナダル、なんやー、なんやーでは。あんまりそのえ、なんやだけですか。なんやだけじゃないやん。いや、なんかまあそんな感じで、ま、違うやん。またまたミスったんじゃん。え、なんやだけじゃ伝われへんやん。そんな俺なんやもう言うてないし。いやいや、なんかそっち系のことをね言ってましたよ。はい、え、もう二度とエピソードトークやめてください。ちょっと待って、だから、僕の、もう自分のエピソードトークはいいけど、人のエピソードトークはもう。違う違う、もう、お願いします。ほんま、僕、藤本さんに禁止されてる事故多すぎるんですよ、だって今も失敗したよ、俺が、なんやーっていう。なんやーこれ。前部長の子に、なんやーだけ言ったってことになってますよ。いや、そう なってしまうやん、これ、なんやーなんて言ったことないし。なんか大声出して追っ払ってたんですよ、ほんまに。いや、それははっきりなんかこういうことがあって、その後になんか藤本さんが痛い目あったとかじゃないんや。なんやーって言って、そのままどっか行った。いや、なんや言うてないし、俺。なんかまあそっち系の 大声。殺してるけいみたいなことを言うのよ。うん、そうですよ。はいはいはい。そのノリでね。はい、ノリでね。で、それがちょっと、うん、やっぱり、その、枚数知ってる若手とか、やっぱり面白いの、その反応がやっぱり。はい、みんな違うのよ。なるほど、なるほど。あの、なんでやねんって結構返してるやつもいれば。ああ。ね、いろいろ言ってんのよ。その反応が俺、楽しいのよ。なるほどね。それでやってしまう。30年目でしたっけ、今31年目ですか。30、まあ31、そのぐらいな。その先輩、それやったらマジで怖いですけど。いや、ここ絶対怖いけど。ピクピクして挨拶してる。前説で。大きい声で出る。いや、でもそれで、なんかその後楽しくトークできるのよ。ああ、まあそれがきっかけでね。いやー、ほんま、藤本さん、でも演技がもう…うますぎるわ、ほんまに。藤本さんも藤本さんで、顔でかいからやん。全然言わんから、もう。いや、なんで…なんで言わなあかんの。いや、だからその…なんかそこはスムーズに行って、切れるまでスムーズに行こうかなと思ったら、まず、顔でかいから全然言わんなんて、僕の焦りもありました。僕もあんな楽しそうにやったのに、急に怒り出したから、マジで。そこちょっと、なんか…言わへん、自分が楽しなってきて、なんか美顔器当ててるからやと聞いたことないなんか、そこは楽しなってきたのよ。いやそう、あんな楽しそうにやってるのに急に切れちゃったよ。正直、もう楽しかったから、切れるドッキリもうやらんでええかって途中で俺思ってたの。いやでも、名演技でした、ほんまに。マジで切れてる感じめっちゃしたよ。あ、もう全然ハイスはマジでビビりましたもん。めちゃくちゃ怖かったもん。あ、やってもたと思いました。いや、そこはちゃんとね。怖かった。はい。怖かったのに、ほんま、どうなっとんねん俺みたいな言うから、うわ、やばいやばいやばいって。じゃあ、笑かしたらなんとかなるからとか。いや、笑か。飽きたら無理や。笑かしたら。笑かしたろう。笑かそうとすな。なんでやねん。いや、笑かそうとすな。あの、はい、若いことしたらあかんねということで、はい、あと2匹の前やね、ほんまに。はい。え？いや、何がですか。何が？え？2匹の前で何が。ちょっと笑ってたで。なあ、俺がキレてるとき、ちょっと笑ってたで。違う、僕がですか。ちょっと笑ってた、うっすら笑ってたで。ちょっと笑ってたよな。いや、笑ってたよな。俺、それ見て俺笑いそうになったからさ。頼むわ、西野。いや、西野。お前、台無しにしようとしてたぞ。西野。違う、ほんまになんか、なんでこんな怒られてんのに、クソ、俺とか、なんで言うねん。いや、藤本さん、こういうのだよ。こういうのだよ。こういうので笑って許してくれること結構あるんだよ。いや、またその分析してるやん、藤本さん、こういう人やみたいな。笑ったら許してくれんの。結構なんかほんまにやってもうても、ま、映画館で寝てても結構そういう感じで自分自身に許してくれる。
4DMX の今舐めてるやん。そういうのがあったからなんですね。そういうのがあったから笑かしに行ったやん。そう、 4DMX で座席が揺れてみんなスーンで滑り落ちても、ちょっとなんか最後になんか人笑いやったら許してくれたりするあの、ナダル、はい、それ結構ウケるエピソードトークやねんやろか。はい、全然思んなくなってるやんか。思んないやん俺今の、その流れてましたね、確かに。なあ、なんか 4DX が滑り落ちて、 4DMX で椅子動いたらみんな一斉に滑り落ちる、うん、って人笑いやって許してくれ。違う違う、だからそれはほらみんなが寝ててっていう話を一言入れないと、はい、よくわからん感じになってるからさ。あ、寝てたやんみんな。知らんかった、うん。いや、言ってみるやろ、だいたいわかるやろにしろ。まあ、いや、まあ、それも俺が全部金出してあげたのに、はい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 、みんなが寝て、うん、ODX で椅子とかガー揺れて、みんなが、俺以外みんながガッとね、椅子から滑り落ちるっていうね、はいはい、関町さん以外ね、はい、言わんでええね、それももう、めんどくさいこれ何やねん、これめちゃくちゃエピソードトーク講習みたいになってるやんいや、もうええねん、それもあ、僕、武器一個もないんですけど、どうしてですか。僕、その武器全部取り上げられてるんですよ。だから、思ったより違う趣旨になってきたから。もう話、話、何もすんな。これ、ほんまもう、長い板で、側頭部、ペーンから長い板でいたけいいんですよ、もうこの。なんで藤本さんがわざわざ家行ってるんですか行って、はいで外してもうな、折れても何本でもあるからないやもう、いいよとか業者やん、業者折れてもストックなくなる、すいません、ありがとうございます、業者、まあ、締めにかかったいやありがとうございます、藤本さん。もう、はい。ほんまに。ほんまに。ごめんなさい、長いことやってもらって。ありがとうございます。